竹中製麦所水車水路跡は、京都府京都市左京区にある、大正時代の水車動力による製麦所の水路跡。この水路は、琵琶湖疎水が明治23年に完成し、同年に水車用水使用申請第2号として、明治24年に第1号2号同時に許可された水路である。1917年、竹中製麦所の竹中亀吉が4代目の所有者となり、製麦所の直径5メートル、近い大水車を回すために用いられた。三条通りからも望めた水車の巨大さに、通称、水車の竹中と呼ばれ、親しまれていたという。商標は、司麦を用いていた。琵琶湖疎水と白川の分水点下流近くに位置しているが、水の取り入れは白川ではなく、琵琶湖疎水から直接行われている。稼働していた当時は水量もあり、その水車動力を用いて、製箔の臼を24時間稼働でついていた。麦は製箔後氷詰めされ、おろす問屋も営んでおり、脚気予防に注目した陸軍省等も顧客としていた。工場からの積み出しは、初期には荷馬車、後期は三輪トラックが用いられた。食料管理令の強化等を理由として1940年に工場は閉鎖された。王子、周辺の岡崎、恵比寿川一帯には同様の疎水を利用した水車及び水路は数多くあったが、ほぼすべて暗渠となり、原形をとどめる水車水路としては唯一のものとなっている。町工場による疎水の水力利用の歴史を伝えるものとして、産業遺跡としての保存運動が行われている。水路の他に、手前に工場跡の空き地、北側に住居家屋、周囲に従業者の住居等が残されている。また、南に少し下った水路脇にある三谷稲荷社は、水路と一体の安全祈願のために祀られたものである。ありがとうございます。